はい、皆さんこんにちは、およよです。今回はアイビスペイントというお絵かきアプリの基本的な使い方について分かりやすく解説していきたいと思います。私が初めてデジタルイラストを描いたのがこのアプリで、そう、もう初めは全然操作方法も分からへんくて調べることが多かったんですけど、今はとっても使いやすくて愛用しています。で、この動画でデジタルイラストへチャレンジするきっかけになれたらなと思います。ほな、一緒に始めていきましょう。それではアプリを起動していきたいと思います。で、マイギャラリーを選択してください。で、今から新規キャンバスを作成していきたいと思います。マイギャラリーの横にあるプラスボタンを選択してください。で、ここでキャンバスのサイズを設定することができます。さあ、ツイッターのヘッダーやあと LINE スタンプで、ここでは自由にサイズを変更することができます。で、皆さんの好きなサイズを選んでください。今回私は A4 サイズを選びたいと思います。すると、このように新規キャンバスが作成されました。それでは基本的な操作方法を今から紹介したいと思います。まず一番初めに設定しておきたいのが画像解像度についてです。キャンバスの中にある画像解像度変更を選択してください。すると、右下にこのような画面が出てきました。解像度とは何かというと、表示できる画像の鮮明度のことです。さあ、解像度が低いと、このように画像が粗くなったり、拡大するとカクカクします。で、解像度が高いと、このようなきめ細やかな滑らかな画像にすることができます。そう、ここをちゃんと設定しておかないと、せっかく描いたイラストがこのように粗く見えちゃうので、皆さん気をつけてください。で、今回この解像度の部分を350に設定したいと思います。で、ここでポイント。後から解像度を高くしても粗い画像が引き伸ばされるだけなので、一旦350に設定して、で、状況に応じて後から解像度を落としていくのがおすすめです。解像度を高くしすぎると動作が遅くなったり、作品のストレージの消耗量が多くなったりするので注意が必要です。で、ここで OK を選択します。これで解像度の変更ができました。続いてキャンバスの操作方法についてです。で、動いてるのが分かりやすいように記号を書いてみました。皆さんはそのままで大丈夫です。それでは拡大縮小回転を今からやっていきたいと思います。まず2本の指を用意して、このように開くと拡大することができます。で、2本の指を閉じると縮小することができます。続いて回転です。このようにぐるぐる回すと回転することができます。で、ここで回転ができないよって方はロックがかかっていると思うので、設定のビューの回転をオンにしてください。これで回転することができます。それでは早速ブラシを使って線を描いていきたいと思います。じゃ、ブラシをタップしてください。すると335種類のブラシが出てきました。すごいたくさん数ありますよね。で、ここのオレンジのマークは何かというと、広告を見ることで無料でブラシを利用することができます。で、今回無料で利用するを押したいと思います。これでロックが解除になりました。それではブラシを選択して線を描いていきたいと思います。そう、私も初めは指で描いていて、途中でアップルペンシルに切り替えたんですけど、なかなか描くの難しいですよね。そういう時は右上にあるここの手ブレ補正を選択して、で、補正方法を自己補正に選択します。で、再び描いてみると、このように描いた後綺麗に補正されるので、よかったら皆さんも使ってみてください。続いて線の太さを変えていきたいと思います。ここのバーを選択すると、このように線の太さを自由に変えることができます。で、隣の 100% は何かというと透明度を表しています。こんな感じで濃さを変えることができます。で、続いて消しゴムを使って線を消していきたいと思います。で、ブラシと同じくかなり種類がありますね。228種類。で、今回はペンのハードを選択したいと思います。
で使い方はブラシと全く同じです。でここで太さを変えて透明度を変えることができます。でブラシを太くすると一気に消せるので便利です。それでは早速イラストを描いていきたいと思います。で書いてる途中で一つ前の作業に戻りたいときはここのボタンを選択すると前の作業に戻すことができます。で反対側のボタンを選択すると進むことができます。でここで注意、一つ前の作業に戻った状態で何か動作を行ってしまうとこのように前に進むことができなくなるので皆さん気をつけてください。でここのボタン以外にも設定のジェスチャーをオンにしておくと2本指でタップすると1つ前に戻って3本指でタップすると1つ先に進むことができます。続いて描いたイラストのサイズを変えたいまたは移動したい場合はここの移動変形を選択するとこのように自由に変形することができます。じゃあ今回は大きめに設定したいと思います。それでは早速色を塗っていきたいと思います。カラーパレットを選択してください。するとここで好きな色に選択することができます。で今回クマさんから色を塗っていきたいので茶色を作っていきたいと思います。皆さんも好きな色を作ってみてください。でオレンジに設定してここの横の部分でサイド、縦の部分で明度を選択することができます。でこのように色が作れたら次はパレットに保存していきたいと思います。このようにドラッグすると好きな場所に色を保存することができます。で長押しすると削除することができます。でよく使う色はこのように保存しておくととっても便利です。それでは色を塗っていきたいと思います。でこのように色を塗っていくとせっかく描いた線画が消えてしまいますよね。これでは大変なので今からレイヤーを分けるという作業をやっていきたいと思います。ここをタップしてください。するとレイヤーの画面が出てきました。層や階層という意味があります。透明なシートを何層にも重ねて1枚のイラストとして表示する機能のことです。で今回分かりやすいように図を用意してみました。今左側に見えるのがレイヤーパレットです。で一番下には背景のシート、その上には丸のシート、色のシート、線画のシートというように何層にも重なってできています。これを上から見るとこのように1枚のイラストが出来上がります。でこのイラストは背景と3枚の透明なシートによってできていることが分かりますよね。そうイラストはこのようにできています。でレイヤーのメリットが編集が楽になったり作業効率がアップします。でも細かく分けすぎると動作が重くなったり管理が大変になるので皆さん気をつけてください。それではレイヤーを追加していきたいと思います。ここのプラスボタンを選択してください。するとこのようにレイヤーを増やすことができます。でゴミ箱のボタンを選択すると削除することができます。でこのレイヤーは色を塗りたいのでドラッグして下に移動したいと思います。で分かりやすいように今から名前をつけていきます。この3点の部分を選択してください。するとレイヤー名変更というメニューが出てきます。でここで名前を変えることができます。じゃ上も変えていきますね。で名前変更ができたら次は背景を選択したいと思います。今選択されている背景は真っ白な背景です。でその隣の格子模様の背景は透明な背景を表しています。で黒の背景も透明な背景です。で透明な背景は何がいいかというとこうちゃんと濡れているかを確認ができるのでとってもおすすめです。で今回は真ん中の透明な背景を選択したいと思います。それではレイヤーを1番に設定して色を塗っていきたいと思います。するとこのように線画の下に色を塗ることができましたよね。これでレイヤー分けはバッチリです。続いて色を一気に塗りたい場合は
ここの塗りつぶし機能を選択すると、このようにはみ出さずに色を塗ることができます。ここで注意、線がつながってない状態で色を塗ってしまうと、このように全体を塗りつぶしてしまうので気をつけてください。で、この場合は隙間認識をオンにすると、このように隙間を認識して色を塗ってくれます。で、ここの透明塗りつぶしを選択すると、このように一気に色を消すことができます。とっても便利ですよね。よかったら使ってみてください。このように色が塗れたら、最後に文字を入れていきたいと思います。文字入れをタップしてください。で、文字を入れたい場所をタップすると、このように文字追加という画面が出てきました。これをさらにタップすると、このように文字が打てるようになります。で、このように文字が打てたら、フォントを選んでいきたいと思います。そう、1082種類ってかなり種類がありますよね。で、横の星のボタンを押すとお気に入りに登録されます。で、日本語のフォントもかなりたくさんあります。じゃあ今回はこのフォントを選んでいきたいと思います。で、続いて隣のサイズを選択すると、このように自由にサイズを変えることができます。で、ここで文字の色を変えて、で、縁取りの色もこのように設定することができます。で、背景は何かというと、このように好きな背景を選択して透明度を上げると、このように背景をつけることができます。で、これは文字の隙間ですね。これもお好みで皆さん変えてみてください。で、このように好きな色に設定できたら、最後場所を決めてタップを押すと完成です。このように文字を入れることができました。で、レイヤーを見てみると、別でテキストのレイヤーが作られています。それではイラストが完成したので、保存していきたいと思います。ここの矢印の部分を選択してください。すると、透過ピング保存とピング保存が出てきました。何が違うかというと、透過ピング保存は背景が透明の状態で保存されます。で、ピング保存は背景が白の状態で保存されます。で、ここでも保存ができるのですが、マイギャラリーに戻っていただいて、ここの四角のボタンを選択すると、ファイル形式が選べて保存することができます。で、私はよく JPEG で保存します。で、透明で保存したい場合はこの透過ピングを選択してください。で、実は他にも書いている工程をそのまま動画として保存できたり、あとクリップスタジオは何かというと、クリップスタジオペイントというお絵かきソフトにデータをそのまま移動することができます。私はよく使っています。で、皆さんの好きなファイル形式で保存してください。これでアイビスペイントの基本的な使い方はバッチリです。やったね。ぜひデジタルイラストにたくさんチャレンジしてみてください。で、アイビスペイントのメイキング解説動画も投稿しているので、よかったらそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram にもイラストを投稿しているので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。